吉田さん、機材が古くなったら、まあただ捨てる、もしくはメルカリに出すっていうのはね、ちょっと芸がないんで、私の場合は、熟成さんに、こんなんありますよっていうふうに紹介したりね、それから、例えばマイク何がいいんですかって聞かれる質問が来たら、私が使ってたマイクはこれとこれとこれです。まあ今はマイクこれを使ってるんで、全部ね、お蔵入りになっちゃってるんですけども、どれかいりますっていうの聞くんですよ。そしたら売ってくださいってことになるんで、まあ、お金はいいですからって感じで送るんですよ。で、送ったらね、なんか適当な金額振り込んでくれたりとか、お返しにブドウもらったりとかね、なんかリンゴもらったりとかね、なんかそれ以上のものが送られてきたりしますね、缶詰とかね。だからなんか、結局、自分の使ったもの、例えばね、1億円を稼いだパソコンですみたいな感じで、あのパソコンも実はね、まあ売れたんですよ。まあそいつが稼いだかどうかはね、稼いでないですけどもね。でまあ縁起のいいパソコンということでね、Chromebook 売れていきました。はい。で、今回ね、そういうふうに、何がいいですかっていう時に、これを使ってたよっていうふうに言うためにずっと残してたって部分があるんで、場合によっては箱しか残ってないものを、箱いりますって言ったら箱くださいっていう方もいるんですよね。なんかほとんどね、初詣の時のお守りを買うような雰囲気ですけどね。はい。ということで、今回はね、この一冊のノート、何の変哲もない100円ぐらいで買ったノートなんですけども、このノート、薄っぺらいノートが1億円を生んだよってことをちょっとお話ししていこうかなと思います。このノート本当にね、1億円をね、私にもたらしてくれたんですよ。ネオヒルズ塾のカリキュラム第1回ってものをここにノートに書き写してます。これはカリキュラムを見ながらメモってすぐにアウトプットするみたいなことをしたんですよね。アウトプットの方法はね、例えばノウハウが書かれていたらノウハウをそのままやるんですけども、ここに講義があるんですよ。例えばね、ネット企業、ネットビジネスとは、まず定義です。インターネットというツールを活用した単なるビジネスのことっていうふうなね、定義が講義で語られていたら、この文章をツイートするんですよ。ツイート。1ツイートです。ね、インプットと同時にアウトプットっていうのはこういうふうにツイッターを活用してもいいわけですよ。次、包括するもの。当時なんですけども、メルマガでネットビジネス、オークションでネットビジネス、アフィリエイトでネットビジネスっていう3つの分類がそのコンテンツの中で語られていましたんで、それを書いたということですね。これもツイートしました。その他、全ての今まで存在したビジネス全てインターネットを使って取引すればネット企業になるというふうにまとめてあると、これもツイートしました。で、最後に稼げるビジネスの4原則でその講義第1回目をまとめられてたんで、稼げるビジネスの4原則、初期費用がかからない、在庫を必要としない、粗利益率が高い、利益率は 80% 以上のこと、というふうに言われてましたね。で、最後に、毎月課金ができるモデルということで、稼げるビジネスの4原則、この4原則を網羅したものを自分のビジネスに採用すればいいよっていうふうにまとめられてましたんで、これもツイートしました。プラス、この画像を作りましたね。ピクチャーで。で、しかも、全部ツイートしたやつを一覧にしたのを、ここでノートに書いてますけど、このノート自体をブログにしてブログで発信しました。こういうふうに私の1回目の講義が終わっていったってことになりますね。で、以降、ここに日付が書いてますよね。2013年の6月14日ですよ。私が自己アフィリエイトして、クレジットカードを作った時に、同時にこれもやったわけですよ。ね。まあ、こういう風にして、2ページ、3ページと進んでいって、同じやり方です。ずっと、今お話した。ずっと同じやり方をやると、最後には、アクセスも集まって、自分の速稼塾も売れて、塾アフィリエイト教室も有名になってってことで、ノートが一冊終わる頃には1億円稼げてましたよっていう話でございました。で、このノートね、たまに動画の中でお話しするんですけども、このノートを全部コピーしたやつを1万円で、PDF にしたやつを販売たまにするんですよ。だから未だに稼ぎ続けてるというね、そんなノートになっております。だから一回しっかりね、コツコツと地味に勉強すると、ずっとそれがね、リターンになってくるということなんですよ。で、これの販売収益も込みで、私の場合は3年間で1億3800万ということでございました。それから次の3年でも新しい1億円。今ね、3回目の1億円に取り組んでいるところで、まあ最初の頃と違って、もうあれこれね、メモを取ったり勉強しなくても今は同じ収益がこうやってのんびりしてるだけで、金融によってもたらされているということになります。最初はそうやってツイッターとかメルマガとかね、
あのアメブロとかを駆使していたんですよ。セミナーもバンバンやりましたよ。で、次の何3年間っていうのはこうやって YouTube を通じて活動するっていう風になってきましたしね。最終的に今 YouTube はおまけで、だいたい今はね、金融が私のビジネスの主になってますんで、だから商品売らなくても良くなったんですよ。うん、まあ、そういうふうな段階を3年3年3年と送ってるかなってことでございます。うん、49歳が終わる頃、うん、そうですね、50になるまでには3回目の3年が完了しますので、うん、まあ、その時にはね、合計で40代は3億円以上稼いだなみたいなね、そんな10年間になるんじゃないかなと思いますね。でも金融の力ってすごいですね。多分50過ぎてもこの3年間のパフォーマンスは同じように進んでいくと思うんですよ。うん、あ、でもどの原点を取ってみても、この最初の一冊、6月14日の2013年の最初のこのノートがスタートラインになってますね。ありがたい話です、うん、じゃあそんな感じで YouTube の初心者からの質問に答えて、自分のいらないものをあげて、なんか知んないけどここまで来たみたいなね、ぐちゃぐちゃっとした動画になりましたけども、これです。いってらっしゃい。